どうも皆さんこんにちは、ビタミン薬チャンネルです。今日は肩こりでガチガチの人向けのストレッチを一緒にやっていきたいと思います。まずセルフチェックのやり方をちょっと皆さんで一緒にやっていきましょう。まず腕を前に出して肘をついて、この時に腕を上に上げてみましょう。この時に顎と肘の高さが胴と同じぐらいですと肩甲骨の状態で、どうも皆さんこんにちは、ビタミン薬チャンネルです。今日は肩こりでガチガチの人向けのストレッチ体操をやっていきたいと思います。まずセルフチェックをしていきます。両腕を前に出して肘を合わせていきます。この時に上に持ち上げていきます。この時に肘が顎より上に行く人は肩甲骨の動きがいいんですが、違うな。どうも皆さんこんにちは、痛みお薬チャンネルです。今日は肩こりでガチガチの人向けのどうも皆さんこんにちは、痛みお薬チャンネルです。今日は肩こり、肩甲骨が動かないや肩こりが強い人向けのストレッチをやっていきたいと思います。まずセルフチェックです。両肘を前に出して合わせていきましょう。この時に上に持ち上げていきます。ブルブルします。この時に顎より肘の高さが上に上がる人は肩甲骨の動きがかなり柔らかい人です。ちょっと違うな。どうも皆さんこんにちはどうも皆さんこんにちは、痛みよくするチャンネルです。今日は今日は肩こりガチガチの人向けのストレッチを一緒にやっていきましょう。まず腕を前に出して